こうなりゃやるしかねえか。まさに魔性そのものだが、その瞳からは一滴の悪意も感じられなかった。団長、頭に何つけてんだよ。そっか、いいぜ、殺せよ。バンこの剣は死んでも離すわけにはいかねえ。それが俺にできる唯一の償いなんだ。たまには閉めてくれよ。まあな。悪かったな。何のことでしょう。行こう。そうかそうか、初めてか。一緒に行くだろ。メリオダス。しかもその虫、お前ちゃんと風呂入れよ。売った？店の資金がかかっちゃって。どうや、お前らに正気はねえ。いや全然良くねえよ。事態は深刻だ。大事なもんは全部ここに。試練にも合格したわけだし、力は返してもらうぞ。おいよ、大ジョッキー5つお待ちだ。うちの制服だ。こいつの趣味丸出しで悪いけど、厳格のくせによくできてやがる。はあ、俺が誰だか分かったか。メリオダス。味方なのか。ザネリのやつ、こんなもんを見せてどういうつもりだ。メリオダスは今完全に怒りをコントロールし、お前に耐えられるかどうか私は心配だぞ。バッケー！せっかくの看板娘が逃げてもうだろ！実界と何者かは知らねえが、衝突しているようだ。大罪、憤怒の罪、ドラゴンシーン、メリオダス！神器売るか。ごめんバルトラ、せっかくくれたのに。っていくでしょう。お前が犯した大罪を知ったと。二度と、絶対に。俺には命を懸けて守るべきものがある。そのためなら俺は。よし、ちょっと休憩しようぜ。ふう、やれやれ。それにしてもゴーセルのやつ、稽古の後の一杯はたまらんですな。しかしザラトラスはいい腕してるよ。ドロールさんや、相変わらず下手な冗談だの。グロキシニアも何か言ってやれ。あれは本当にメリオダスと、なのか。